関西キュウリキュウコンボだぜコンボ。じゃあ今回もファイナルファンタジー10続きからやっていこう。前回は、まあ、異界送りを見て、でオチューさんと、グノーさん倒したな。いやまさかね、あんなにすんなりとどっちも初見で倒せるとは思わなくてめっちゃ嬉しかったね。まあ、どっかでつまずくまではこのまま行って、つまずいたらちょっとスフィア版いじってみようかなと思うぜ。ってことで続きからやっていこう。ここでグノーさんと戦ったんだ。よし先に進んでいくぜ。でお祈りするんだよな確か。そういや、うん、あれだ、ザナルカンドには魔物はいるのか。まあ、信用してんのか本当に。たまに出ると大事件だな。あ、電話したんだ。そうなんだ。ザナルカンドのことなんだ。あんただよ。下打ちも出ちゃうね。考えたんだけどよ。何？真にやられた人間は死ぬんじゃなくて、うん、真の魔力で千年前だか後だかの世界に運ばれるのかなって。ああ。ある日突然ひょっこり帰ってきたりしてさ。いつもながら感心するわね。事態ってだけな。うん。自分を騙す方法を次から次へと考えつくから感心するって言ったの。あんまり感心していないのね。シンはチャップをどこにも運ばなかった。うん、そうだな。彼を押しつぶしてジョゼの海岸に置き去りにした。ああ。あんたの弟は二度と帰ってこない。じゃあもう遺体としてちゃんと見てんだ。ね、これも言っておくわ。うん。あんたがどんなに望んでも誰もチャップの代わりにはなれない。ジェクト様の代わりもどこにもいないし。ジェクトの話もしてる。ブラスカ様の代わりだってどこにもいない。そんな考え方悲しくなるだけ。みんなジェクトさんのことは知ってんだな。いやいやいや、ユーナさんなんかワッカさんに声かけてて。の代わりなんてできねえんだよ。まあ、そうだな、いろいろあってな、気にすんな。無理あるわ。ワッカとルールーとチャップってやつの間に、そう、俺の知らない複雑な事情があったんだなって。うん、それくらいは分かった。でもそういう話題は苦手だった。まあそうだよな、明るくね、全部気にせず行くのがいいと思うよ。なんとなくチャップさんとルールさんがなんだろう、恋仲とかにあったんかな。まあでもその辺にそういう関係性があったような気はするね。だから希望を持ちたいワッカさんと、まあ、悲しみに暮れているルールーさんっていう図なのかな。うん。OK! たどり着いたで、みんなとお話をしていこう。ちょっと待ってよ。戻れんのかな？戻れねえや。OK! お話ししましょう。だと、ブリッツもバトルもできるなんて、ほんと器用だよな、あんたってさ。まあね。それ、ワッカさんにも言ってあげな。あんたらのキャプテンだってそうだぞ。レッティ、なんだっけ、前回レッティ声出してくれたんだよな。ここがオラハンド様、ゆかりの地か。なんだか身が引き締まるよな。うん、こんな声じゃなかったっけ、違ったかもしれん。ごめん。討伐隊は、名もなき人だ。討伐隊は召喚師様の力を借りずに真と戦う気らしいな。ああ、そうなんだ。ユーナの力を借りずに戦うつもりなの。無謀っつうか、罰当たりっつうか、どうなっても知らんぞ。確かに。いや、どう見たって召喚師のさ、召喚した召喚獣、めちゃめちゃ強そうだもんな。そんなやつがいる中で、自分たちが戦おうなんてアホらしく思えるよな。それはそうかもしれん。もう、神が来ないように、よーく祈っておかんとな。祈り、大事。でも、祈ったってね、来るんだよ。俺もね、なんだっけ、ビサイダ村を出る前に、石に祈ったんだけど、全然効果なかった。結局出てきたよ。わしは毎日あの石田を登っとるんじゃ。おかげで病気しら。いや、大事。まあ、お祈りとかも結局大事だけどさ、やっぱ一番大事なのは運動だよね。で、肉体が健康であること。まあ、運とかどうしようもできないけどさ、まあ、運とかじゃないそのね、実力的なところは、毎日の運動で補っていきましょう。ここにいたら有名人に会えるって聞いたんだけど、めっちゃミーハーな人いる。一体どこにいるのかしら、ユーナさんのことかな？どうだろう。僕らキーリカを出ることにしたんだ。真の来ない場所を探すよ。うん。そんなところがあるかどうかは分からないけどね。キーリカっていうのがどこのことを言ってるか分かんないけど、まあ、どこも真は出るだろうけど、少なくとも一つ言えるのであれば、海から遠いところがいいんじゃないかなと思います。どこも島だろうけどね。まあ、キーリカには住みたくないわ。
悲しい思い出が多すぎるもの。まあそう言うなよ、言うても故郷やん。島を出る前に最後の毎年来たの、まあ大事大事。うん、心身深いことは大切ではあります。さあ奥に進みましょう。討伐隊、いやでもん、召喚士とかの関係施設にはいなさそうだけど。お前たちもオハランド様に必勝祈願。ほは祈願だ。ああ、我らルカゴアーズは上昇だ。別のブリッツボールグループか。ここにいる、うん、もっと強いチームが現れるように祈ったのさ。神谷さんじゃない。お前んとこは今回も目標は精一杯頑張るってやつ。右後ろ神谷さんじゃない。そんなちんけな心構えじゃ今年も初戦敗退確実だな。目標は優勝だよ。今回は優勝狙いだ。そうだよ。うん、うん、狙え狙え。狙うだけなら誰でもできる。いや決勝で会おうぜ。あんなにさ強そうなチームだけどさ、あいつらにだけは勝つぞ。今そうだよ、勝ちたいね。知ってるチームなの。知らんよ。人を見下してバカにして、うん、あの態度が俺の親父みたいだ。おジェクトさん優しくて楽しい人だったよ。うん、そうか。それは別人っす。そうだね。いなくなって10年。うん。それなのに、親父のことを考えると、俺の気持ちはざわざわした。ざわざわ、ざわざわ、ざわざわ。いやなんかさ、あまあそもそもブリッツボールのチーム自体が少ないのかな。なんかさ、あの人たちがもし強いんだとしたらよ。よくなんか。その毎回初戦敗退のさ、あの若さんたちのこと認知してんなって思った、うん、一応なんか気にしてんじゃん。僕教えの勉強大好きだよ。たくさん勉強すると増刊様がおやつをくれるんだ。うん、まあまあまあいいんじゃないかな。ご褒美があるから好きと思えるのはいいんじゃないかな。純粋に勉強が好きとはちょっと違うけどな。それは立派な増刊様になるにはいっぱい勉強しなきゃダメなんだって。やだな、海に遊びに行きたいよ。まあこれぐらい正直な方がいいと思います。まあまあまあ勉強好き、お菓子がもらえるからもう正直か。まあ正直は美徳ですね。大切なことだよ。うわー急に老けたなあっちは子供こっちは大人って感じか。我がキリカ寺院は炎の寺院、試練の間にも猛烈な炎が渦巻いている。炎の寺院とか言われたらさ、四属性あるんでしょ。ってことはさ、他にさ水氷雷の寺院があるってことっすな。なるほどね。寺院ってもっとあるかなと思ったけど、なんとなく物語に出てきそうなのはあと3寺院プラスアルファぐらいなのかな。入る資格のない者が掟を破って立ち入れば命を落とすかもしれない、うん、掟破って入ったな。まあ全然ビサイド村のところだけど、今度の大会ではぜひともキリカのチームに優勝してもらって、真に痛めつけられた島のみんな、島の民を励ましてほしいものだ。ああキリカにもいるんだね、あのブリッツボールの選手たちが。大丈夫だ、無事だったんかな。大会出れる、大会出てる場合、ああでも出てる場合かっていう話は前に若さんとしたね。やっぱ結局のところそれが娯楽だから、みんな最大限楽しくやるっちゅう話をしてたな。そういえば忘れてた。あセーブできるから、まあ先にセーブしとくか。村人にだけ話す。勝った時の決めポーズの練習だって。その気楽さが羨ましいわ。まあ確かに勝てる前提だな。トーナメントで優勝したらこのポーズを決めるわけだ。ありがとうありがとうみんなみたいなポーズかな、うん、大事だよね。イメトレっちゅうのは大事だと思うから。ちょっと仲間たちに話しかけると、誰に話しかけたら話が進むかちょっと分かんないからな。一回セーブはしとこう。キマリさんは大丈夫だろ、いつだって首を振るだけだ。ルールーさん、ワッカたちはお祈りが足りないのよ、うん、ビサイドオーラカたちはってこと。だから今も若さんしか来てないもんな。若さんたちの祈り届くといいな。ねえ勝てたらいいね。でも祈ってる妖山まだまだだな、うん、何とぞお力を、うん、自らの力で勝とう。まあでも和を乱すのはちょっと違うか。一応祈願しておこう。でもな祈ったってな、やっぱ実力だし、石に祈ったって芯は出てきたし、まあ真にあったけど助かったっていう点で願ってよかったのかもしれんけどさ。あなたも召喚士、あなたも召喚士、
召喚師だよ。見ただけでわかんだね、そういうの。服装かな。ミサイド島より参りました。うん、ユナと申します。そっか、このキーリカの召喚師か。ドナ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 。あなたが大召喚師ブラスカ様の娘の。あ、まあそれは知られてんだ。血統書付きの召喚師様でしょう。なんかちょっと嫌な感じだね。あら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 、この人たち全員あなたのガード。ああ、俺は違うよ。ゾロゾロとみっともないわね。ああ、一人で十分。ブラスカ様のガードは2人きりだったはずよ。ジェクトさんともう一人かな。ガードは量より質、数に頼るなんて全室だけから。あ、まあちょっとワッカさんは別かもしれん。ね、バルテロ。ああ、ちょっと大丈夫かなと思うけど。ガードの人数は信頼できる人の数と同じです。自分の命を預けても安心だと思える人の数です。うん、だから私にはこんなにガードがいてくれて幸せです。うん、まあそれでいいと思う。でも大丈夫、父よりも幸せだと思っています。そういうことになるよね。もちろん、あなたの考え方だってブラスカさんには2人しか信頼できる人間いなかったことになるから。だからジェクトさんとキマリさんなのかな。私たちのことは放っておいてください。一応先輩なんだね。まあなったばっかだからな。勝手にしなさいよ。行きましょバルテロ。まあでもそうなりかねん。そりゃそう言われるわな。まあでもお互い喧嘩越しだったからな。いや強かったね、ユーナさん。ガードとは言っていけんだね。召喚師が命を預けても安心だと思える人。うん、俺そういう人になれたのかな。でも理由が全然わかんないんだよな。何笑ってんだよ。うん、不思議。ジェクトさんの息子ってことぐらいしか俺に誇れることないんだよな。てかなんか最初さ、キュウリもさ、召喚師様見てなんだ、あ、若い女性なんだ、おじさんだと思ってたみたいな話してたけどさ、若い女性多いね。ドナさんも結局若い女性だったし。うん、祈り子さん、まあこの2人だけかな、わかんない。さあ行こうぜ。うん、ガードの中の代表はワッカさんなのかな。その前に試練の舞を、うん、準備はいいわね、決まる。ワッカ、またなんかあれ、よろしく、セフィアするの。お願いします。おもろい。そのポーズしながらよろしくお願いしますっていうの、おもろい。あ、え、あ、どうして、どうして。ガードじゃないから。ガードって言ったじゃん。なるべく早く戻るから待っててね。ガードって言ったじゃん。俺また一人で行っちゃうよ、そんなことしたら。また一日かかったりするんじゃないの。会おんな。え、待ってんのこれ。どうせ待ってないでしょ。え、ガタン音したけど上に上がってくる。これ上がってきてる音じゃない。違うか、違うか。じゃあ、おお、ほらほら上がってきたじゃん。よし行こう。ユーナは、はい、上。クソガキするとこだったよね。行ったよもう。あなたは何をしているわけ。そんなこと言わなくても。ガードじゃないからな、俺。入っちゃダメなんだろ。ガードじゃないんだ。ガードじゃないんだ。そうだよ。ドナさん何しに来たの。あんた話が終わってさ出てったじゃん。あ、なんで戻ってきたの。話せつの。あ、え、あ、おきて破りにさせたいんか。何すんだよ。なるほどね。仕返し。何も会話しかしてねえって。あ、やった。これきっとまずいっす。あ、よく気づいたね。自分でも気づけた。えらいじゃん。まずいよ。なんで動いてくんないかな。確かに何で動くんかな。人が乗ったらとかじゃないよね。下だって人が降りたら上登ってったんだもんね。まあ追いつけたらいいねぐらいの気持ちでパーって追いかけていってみよっか。一回ここで待つを選択します。まあ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 待ちようもないだろうけどね。先進もいきます。ガード以外は立ち入り禁止なんだよな。いやいや、ユナさんはガードって言ってくれてたが、認めてないのルルさんでしょ。大丈夫。ここまで来ちゃったら同じか。ま、同じ同じ。開き直ってこう。ガンガン行こうぜって感じで。まあまた謎解きパターンっすね。ちょっと頑張ろう。まあでもね、歯のスフィアが楽しいっていうのはもう学んだからね。歯のスフィアたくさん使ってこう。え、もしかしてこれスフィア燃えてるやつ違うかな。スフィアだ、キーリカのスフィア。
あ、リサイロのスフィアとかキリカのスフィアってそういうことか。なるほどね。で、これをここにはめたらいけるんじゃないの。燃えます燃えます、扉が燃えます。うわー、あー、なるほどね。キリカは炎の陣ですからね。待って、それは無理すぎるだろう。スフィア取っていいか。うん、取ったら燃えが収まって、あーあー、なるほどね。オッケーオッケー。ちょっとビサイドは何のあれだったかわかんないけど、少なくともキーリカは炎だっていうことが分かった。スフィアがはめられるのがここと、ちょっと待って、ここもはめられそうだな、ここもはめられそう、こっちもはめられそうで、木があんだよね。だからなんとなくだけど木の近く、まあ一旦最初真ん中から行ってみるか。スフィアはめてみましょう。これでブワーッと回っていかないか。壁に印が現れたか。じゃあ一回取ります。これで同じように他2つもつけてみよう。まずはここ、でもここは何もなさそうだな。周りに燃えそうなものないもんね。 OK、 何もないです。で次はここ行きます。これもなさげか、まあ、とりあえずじゃあこれでいいや。印に触れてみるってある。印に触れてみよう。おお、上、あ、扉開くじゃん。触れるだけで開くじゃん。燃えている、燃えているですね。台座を多分どっかに持ってくんだな。ちょっと場所を探してみよう。うわー、熱い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 。ちょっと待って。ほうほうほう。あ、ここまで台座を持ってく。じゃあな、ここを踏むとリセットされるところだ。で、ここが、あー、キーリカのスフィアがセットされてんだね。キーリカのスフィアっていくつもあんだ。いい、おお、台座ここまで来てる。ここまで来るんだ。はいはいはい。これワンチャンここか、この手前、これ印かな。ちょっとここまで持ってきてみよう。まあ台座があるからにはどっかに持ってかなきゃいけないのかなと思うからね。ここじゃない。あ、違うんだ。もっと手前なんかあったかな。ここ、いや、ここはくぼみだけだな。これ台座？これは台座だけど、くぼみにセットできそうだ。これもともとはまってたやつだもんね。ちょっと違うか。これも違うか。ここが台座あるよね。あ、一回ここに置いた状態であれだ。スフィアはめてみるべきだったか。失敗失敗。はめてみましょう。あ、風のスフィアがもうはまってんだ。全然気づかんかった。そっかそっか。ここをスフィアはめられんじゃないと思ったけど、はめられないか。じゃあ、これ火があってきついよね。ってことだから、多分だけど、これどっかに置いて、どっかに風のスフィアだな。どっちがどっちだろう。もうとりあえずこっちに木だけ置いて、逆側に風のスフィア置いてみましょう。こっち。はい、置いてみました。印が出るだけか。じゃあなんか違ったかもしれん。っていうことで、一回じゃあ向こうのやつ取って、ここに風のスフィアかな。置いてみよう。まあ、少なくともここを取るだけだと火は収まりはしません。風のスフィア。まあ可能ならね、炎を封じてくれたら嬉しいなって思うんですけど、どうですか？ダメか。あ、素晴らしいです。素晴らしいです。扉も開いたし、火も止まったんで、いろいろ行けるところが増えたな。まずは火の先に行ってみよう。扉。あー、開かん。開かんねえ。こいつは開かんねえ。じゃあ逆だ。ね、ここ。あー。ハーのスフィア、ハーのスフィア、いていていて、つけきっちった。ハーのスフィアだ。この部屋はハーのスフィアだけかな。でもハーのスフィアいいね。いろんなところにハーのスフィアはめまくろうっと。ここじゃない、ここじゃないと。よいしょ、立って。じゃ、逆にこのキーリカのスフィアはめられるところあった？あの扉ってキーリカのスフィアってか、スフィアはめられるところある？ある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 。これは、キーリカのスフィアでしょ、多分。はい、だって導火線があったもの。まあ、ここにつける、および、ちょっと歯のスフィアで遊びましょう。こっちに歯のスフィアは、
なんもなし。なんかなんもなさそうだったわ。じゃあ先進みます。どっかでまた歯のスフィア持ってって宝箱手に入らないか考えましょう。てれれれれれん、進めてしまった。じゃあ歯のスフィア絶対どっかであるじゃん。ちょっと まだ戻れる？もう戻れない。マジかよ。うわ失敗した、悔しいんだが。あ、えっ、おおぎ、ちゃうドナド筋肉男が無理やりさ。そう無理やりさ、俺じゃねえんだ。理由はどうあれ罰を受けるの言うなよ。いやまあ考えてよ、言うなは俺のことガードって言ったからよくない？立ち入り禁止もあり得る。やばいやばいやばい、召喚師として頑張ってんのにそれは困るって。でもここから1日こもんの？どうすんの？言って、まあそうだよね、決まりさん的にはそうだよね。俺にどうしろってのな。ここから先は召喚師だけの聖なる場所。まあまあまあ俺が入れねえのは。ガードも入っちゃダメなのか？そうでしょ。起きてだまあ何から何まで起きてだな。静かにしていろ。この中何があるんだ？何があるんだい？祈り子様がいらっしゃる。人がいるの？ああそれそれ、さっきも言ってたよな軽いな。ああそれそれ、神を倒すために進んで命を捧げた人たちを。ああじゃあ人がいるわけじゃねえんだ。生きながらにして魂を肉体から取り出されて、ああ祈り子像に封じられて、永遠の時を生きる。祈り子様の魂は召喚師の祈りに招かれて姿を現す。それが召喚獣ってこと？それが。おお召喚獣。あ、じゃああれ元人なんだ一応。この部屋の中に。じゃあここでまた新しい召喚獣を手に入れられるっていうことですか？いいな。あ、なるほどね。はいはいはい。祈ってるんだ。神を倒す力を貸してくれってな。あ、じゃあ寺院巡って召喚獣集めるんすなこの先。はあ、でここで炎の召喚獣が手に入りそうだね今のところ。ごめんってごめんって、今のところカンバーは全属性使えたけど、ここは炎特化って感じだろうな。静かにしている。無茶言うなよ。じゃあ俺何しろっていうの？はいえはいえ、ユーナ成長したじゃん。もしくは炎との、あれでもフラフラだ、相性が良かったんじゃないの？ボロボロだね。あの時みんなには黙っていたことがあるんだ。あそこで聞こえていた歌は子供の頃から知っている歌だった。ザナルカンドとスピラがどこかで繋がっている。この今流れてる BGM の話。そう思う。それに気づいたからなのかな。帰りたい気持ちが急に強くなってさ、いや目が詰まったみたいで、何にも言えなくなった。まあそうだろうけど、まずはユーナさんの心配しなんし、お前そんな感傷に浸ってる場合じゃないだろう。いや、言うてユーナさんってそんな知らない人か。イフリートだー。どうしよう。いやちょっと考えようか。ここからどう考えたってあれでしょ、炎雷水氷の召喚獣を手に入れることになるんよ。ちょっと名前考えよう。よし考えつきました。なんか技の中でさ、バファイとかバーウォタバウォタバコルドとかあったじゃない。まあそれにあやかってこの子の名前は、はい、ファイバーです。まあまあまあバファイとかのあのちょっと文字の順番を変えたっていうのとカンバーと似ているっていう意味でこの子たちはファイバーになります。ファイバー、ウォーターバー、コルドバー、もう一つちょっとサンダーの方は覚えてないから、まあ多分サンバーとかそんな感じになります。サンバーはおもろいな踊り出しそうだ。ファイバーもなんかちょっとファイバー線っぽいんだよな。ファイバー線、光ファイバー的なね。おお出てきた出てきたよ。ドナさんにどやされないかな、どなられないかななんてね。ドナさんいるんじゃないどうせ。おいない。無事出てきましたよ。召喚獣を手に入れました。ちょっと戦いたい気持ちありますね。待てよ、待って、戦力バカ増えじゃない？召喚に MP を消費しないとしたら、覚えてない、召喚のルールとか分かってないけどさ、カンバーを、
みんながたかってくるとな、たかるは言い方ちょっと悪かった。みんながこう寄ってくるとな、ザナルカンドへの気持ち思い出しちゃうな、曲とかも含めて。やばい、盛り上がってんじゃん。膨らんで、うん、弾けた、うん、顔がカーッと熱くなってさ。大丈夫、泣き出さない急に。まあ可能性はあるか。今までよく頑張って耐えてたよ。大丈夫？大丈夫じゃなさそう。大丈夫じゃないかも。うん、なさそう。どうしたい？叫びたいかも。そうだな。ああ！まあびっくりはするけど大事。もうちょいなんか森の中行ってからにすればよかったな。まあしゃあない。はいはい、ここまで戻ってきました。こっち行ける？全然戻れるけど、まあ戻る意味もないから先には進もうと思うんだけど、今回区切りいいから今日はここまでにしようかなと思うぜ。ってことで、新しい召喚獣を手に入れたからね、次回はちょっと試しに戦ってみるところから始めていこうな。ということで、ここまで見てくれて Thank you, ガンバー。バイバイ。